愛知県道68号名古屋津島線、愛知県道124号最上清須線との最上大賀の交差点付近、海部郡大春町、最上に消すか、円形は名古屋第二環状自動車道と国道302号との西の川、交差点名古屋駅東口の名駅通りと桜2との交点にある飛翔省内側にかかる、新大症京愛知県道68号名古屋津島線は、 愛知県名古屋市中区から海部郡大春町、天市を経由し、津島市に至る主要地方道である。名古屋駅前の桜通り及び名鉄名古屋駅前を南北に走る通りの一部は道路線に含まれる。なお、現在名古屋津島バイパスのうち、大春町、西の川交差点から天市出行役場前、交差点南方、本堂より南方が先行部分開通となった。 本県道は大春町の西の川交差点より東が4車線、西が2車線となっている。かつてはこの道路の東側を名古屋市電が通っていた。名古屋市営地下鉄桜通線が中村区役所駅からこの道路の地下を通って稲葉地、大寺、尻尾方面へ延伸する計画があるものの着工には至っていない。2027年東京 名古屋間で部分開通が予定されるリニア中央新幹線では名古屋駅西側の引き込み線がこの道路の対向通り山頂多目交差点付近から中村公園前交差点付近の地下に建設される終点近く津島神社付近に1.0車線の境外路区間が存在している愛知県国寺に基づく奇襲点及び経過値は次の通りありがとうございます